待ってね。いた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 。レア鬼。いた。ようやく見つけた。来たー。さあ、どんな能力？エジプト神なんだよね、これ多分。うわー、早い。ちょっと待って、見に行こう。こんにちは。かっこいいですね、あなた。ちょっと待って、かっこいいですね。おー、すごい。これもしかして囲めたかな。なるほど、このステージにも、あの子が出てくることが分かったことが大きい。これ囲めるな。このレア鬼が、来たんですよね。うおーすげー。このレア鬼が、いつも囲みたかったんですけど、囲めなかったんですけど、このステージに、このエジプトが出てくることが分かった。よーしよ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 し。あー、これ最初からあれか、石像囲みやっとけばよかったな。とりあえずレア鬼見たかったから、今回は普通に、勝った。今回は普通に行ってたんですけど。よしよし、じゃあこれ今度囲みましょう。はい。囲むことは当たり前としてていいのか分かんないんですけど、ちょっとこの子、またね、時間というか頑張って囲んでみたいと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。レア、あ、待って、ごめんなさい。次の試合でレア鬼のちょっと名前とか姿ちょっと見す、まあをしっかり見したいと思います。いやー、しばらくなかなか出てこなくて。お、スウェンクラスいますね。いやー、でもあのステージで出てくるっていうのは分かったのは本当に大きい。いや、なんでかって、まあ、多分、僕の動画を結構見てくださる方だったらわかると思うんですけど、大体僕、レア鬼を囲む作業してるんですよ。だから、で、いつも、あのステージにレア鬼が出てこなかったんですよね。本当に綺麗に。だから、今回、まあ、出てくるようにちゃんとしてくれたのか、もしくはまあ、前から出てきてたけど、確率が低かったのかわかんないんですけど、まあ、実はあそこで出てくるってことがわかったので、まあ、あの、石像でよ、まあ、3方向になるのかな。閉じ込めたいと思います。よろしくお願いします。さあ、行こうか。今回、クレオパトラでスタートじゃ。もう、シャーディーにしか見えないんだよな、遊戯王の。ローラスキャッシュ、センキュー。とりあえず、やっぱりまあ、いつものように、青鬼チケットが欲しいので、こっちじゃなくて、個人的にはこっちかな。ここで。で、なんかね、このレア鬼を探してる間にも、何試合かまあ、ずっとやってたわけですよ。で、最近って言ったらあれなんだけど、まあ、今回の新、新ステージですね。まあ、言うても完全新ステージっていうより、過去のステージが再現されたっていう、また復刻したみたいな感じなんですけど、そのステージがですね、ちょっと説明が難しいんですけど、1階、2階で分かれてて、1階っていうより地下1階って言った方がいいのかな。あ、ガスマス、サンキュー。ガスマスってガスマスじゃない。地下1階に、その、ね、1階に宝部屋があるんですよ。赤い絨毯が貼ってある。で、その宝部屋に行くためには地下を通ってかないといけないんですけど、その地下が鉄球でいっぱいになんか通る道があるみたいな。知ってる方いるかな？多分一時期ね、あったんですよ、そのステージが。で、その時って確か青鬼感染、ウイルスが出た頃に初めて搭載されたステージってのはすごい印象がある。あのステージで、なんか、うわ、ウイルス来たみたいな、なんかウイルスだみたいな感じであのステージをやった覚えがあるので、確かウイルスの時に出てたステージなんですけど、その代わり鉄球地獄で結構通るのは大変なんだけど、通り終わった後に、赤い絨毯のとこにすごい宝部屋みたいな感じで、いっぱい宝箱があるんで、まあ、あそこも、頻繁にちょっと、青瓶、頻繁に行くことになるのかなとは思いますね。あそこで宝をいっぱいゲットしておくと。で、今回最終地点下なんで下行きたいけどどうかな。ローラスキャリング、とりあえずガスマスクないとやばい。どうしようかな。ここでガスマスク持っていきたいか、それより下行っとく先、いや、ここでゲットしとこう。ここでガスマスクを。チケットはありがたい。チケットは嬉しいね。今チケットね、実はまあこれからね、ガンガン現在17回になってるのかな。はい、17回やってると思うんですけど、OK、ガスマスティン。そのためにちょっとね、たくさんチケットをゲットしておかないと、もう想像以上に難しいっていうのは分かったので、14枚、今14枚か15枚くらい溜まってます。だからちょっとこれからもガンガン溜めていこうかなと思うんですけど、多分最終地点ここだと思うんだよ。ここだと思うので、います。はい。多分ここ。そうだよね。ここだよね。OK、OK、OK、OK。よし。いやー、でもな、宝、どうなんだろう、この、働くおじさんさんとのなんか勝負になりそうな気はするんだが、いやでもこれ同着だと負けかな。どうなんだろう。旗おじですね。旗おじと呼ばせていただきましょう。働くおじさん、略して旗おじ。来たね。あれ旗おじ、あれ旗おじ、ガスマスク切れてた。お、いけるぞこれ。旗おじがガスマスク切れてました。わーびっくりした。
どうだ、これ買ったんじゃない、これ買ったんじゃない、これ買ったんじゃない、買ったか。あー、いや、切れてなかったね。多分バグだったね。多分バグでしたね。あー、なるほど。多分バグ。うん、多分ね、おそらく。旗おじどこ行ったあれ、旗おじ消えた。よし、じゃあちょっと見ていきましょうか。レア鬼。で、あと最後にちょっとガチャ引いていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。青鬼図鑑ですね。で、こう、ねえ、この、アシュラだと思うんですけど、アシュラ鬼も早く見たい。そして、こちらですね。魔王にアシュ。まあ、ご覧、知ってると思うんですけど、魔王にアシュですね。明日できればキュービー入手のちょっと動画を出したいなと思ってるので、なんとかちょっとキュービーね、大急ぎでやりたいと思います。ちょっと青の塔の、今17回でね、かなりやっておりますので、多分朝動画見てもらったらわかると思うんですけど、ちょっと頑張っておりますと。はい。そして、こちらですね。ファラオーニ。ファラオーニみたいな感じだね。これはすごいかっこいい。すごい手の込んでるっていうか、これ、ちゃんと、ファラオの顔も作ったってことなのかな？どうなんだろう？1からドットで。そして、こちらですね。エジプト鬼ということで。はい。まあ、エジプト神みたいな感じですね。これ、あれだよね。ただのオレンジじゃなくて、一応石板みたいな感じで、傷があって、多分これ石碑だよね。石碑から目がついてしまったみたいな感じだと思うんだけど、いや、すごい、いいですね。遊戯王でよく見たような。僕がテンション上がる感じですけど。いや、もう桜餅青にこのシルエット消したいんだけどね。なんとか出したかったんだけどな。はい。サボってたわけじゃないですよ。マジでずっとやってたんだけど、出てこなかったんですよ。はい。ということで、じゃあちょっと最後ガチャ、やっていきたいと思います。全部使い切ってもいいかなーって思ってますけど、ちょっとスピンクスね、さっき、試合中スピンクス出たと思うんですが、残念ながら私には全く来ずということで、今んとこ多分合計、90連はやってる。船か。90連は、裏でやって、で、動画内でも50連、あ、60連やって、さらに30連、30連、90、180連の動画内、220連ぐらいやって、今まだ1回も出ておりませんので、ちょっとやっぱりね、なんて言ってほしいよね。さすがに220年、今はこれ230年目ぐらいですからね。まあ、あんまりね、それは確率論で分かってますよ、確率だから。それは絶対出るってことはないんだけど、でも言うてさ、ねえ、こんだけ引いてるんだから、ちょっと、一体ぐらい当たってくれても、よかろうもんなんじゃないのかなと。まあちょっと、すごい思うんですけど、まあそれをやっぱりね、まあ、ただでやらせていただいてるんで正直言うね。課金してるわけでもないし、まあ時間は確かにかかるっちゃかかるけど、正直、青の塔のチケットを入手したいがためにやってることだから、まあ言ったらついでですよ。ついででこんな100連引けるようなアプリないと思うので、なまあ、そこに関してはね、あれだけど、まあ、できればそれって、それ出てきてくれた方がいいですよね。バイカーたけしみたいな虹がね、出てくるよりは、それはもちろん、スプランクワースとか、サブサンヌとか出てきてくれた方がすごい嬉しいし、あと、クロパートマン、はい、が、出てきてくれたらね、やっぱりクロパートマンも、やっぱり、虹、星2のキラキラにはさせたいので、ね、もう、バイカーばっかじゃ！バイカーはほぼ星にみたいなもんなんじゃ。いや、持ってない方には申し訳ないんだけど、持ってない人いるのかなっていうぐらいだよね、結構。もう今になってくるとね。いや、それ最初の頃はね、最初の頃は、まあ前も言ったと思うんですけど、迷彩服の、ミカとかタクロが一番最初の星さんだったんですよ。まああれ出すためにもうみんな死に物狂いで。で、結構始めてすぐ、迷彩服のミカをゲットしたんですよね。で、その時はもうめっちゃ嬉しかったですよ。で、そっから、次、バイクか戦車だったかな？それが出てきて、うわーみたいな。うわーこれはもう、狙うぞみたいな感じだったけど、今はね、やっぱりもう、まぁ、ちょっとぜひね、青鬼運営さんとちょっと僕お話ししたいんですよ。で、その時に話したいのは絶対、まぁ、それは、楽しみにしてる方には申し訳ないんですけど、僕的には、毎月出すスキンあるじゃないですか。あれを、まあ、あくまで僕の個人の感想ですからね。はい。なんですけど、もう、言っちゃうと、もうはっきり言います。SS ランク報酬は青銭にしませんか？追加で。要は、まあまあ、まあでも欲しい人いるのかな？欲しい人いたら申し訳ない。あくまで個人の感想なんだけど、SS ランク報酬を、スキンじゃなくて、プラス青銭1の、マスターは5000枚で、SS ランク報酬は3000枚。要は、2000枚だったのを5000枚にして、マスターが3000枚だったのを8000枚とかにしちゃダメなのかなっていう。
で、クレオパトラとか星2の、ガチキャラもなし。で、星3も1体でいい、毎週1体でいい気がするんですよ、新スキンって、正直。まあ、はっきり言ってしまうと。SS ランク報酬も、青銭の方が多分嬉しい人多いし、その、ね、その3体もいらないし、いらないって言ったらあれだけど、ね、1体のみっていう方がやっぱり、結構一点狙いとかでできるし、で、その1体をカラーチェンジにすればいいんじゃないのかなって思っちゃう。正直言うとね。その色を変えるだけだったら言ったらあれだけど、ちょっとね、作業的にも多分、ちょっとやっぱり作業効率はちょっと、ね、3体作るよりは楽って言ったらあれですけど、まあ色を変化させるっていう形なので、だからそれでガチャもいっぱい引けると思うし、カラーチェンジさせたいからってことで、やったりとか、できるのです。で、そのスキンとか、3体分が要は浮くわけじゃないですか。まあ、カラーチェンジさせるってことでちょっと手間はかかるかもしれないですけど、それの分をちょっとできれば、まあ、月に1回とか、大きなイベントの時間に回してもらったらダメなのかなって、僕的には思うんですよね。はい。ごめんなさい。こんな、ちょっとね、もちろんコメント欄で、あると思いますよ。僕の考えじゃない人絶対いっぱいいると思うんですけど、僕的にはまあ、それの方がいいんじゃないのかなっていう。まあ、それはガチャ毎回楽しみにしてる人からしたらちょっと、ね、やっぱりいろんなガチャ好きに使いたいっていう方もいると思うんだけど、やっぱり最近の青鬼オンラインっていうか、そのやっぱり皆さんの要は反応を見てると、もうスキンって能力値ないから、別にスキンを追い求めてるとかじゃなくて、その青鬼、要は青の塔とかやってて特に思ったんですけど、面白いステージをいっぱいチャレンジしたいっていう人が多いと思うんですよ。そのスキンをもちろんゲットするのはあれだけど、それを、青の塔でがっつりいっぱいやって、そこで、なんか入手するっていうのが楽しいみたいな。その、取った結果よみたいな。だから、ガチャに関しては、なんだろうね、もうちょっと、まあ、1体ぐらいでいいんじゃないのかなっていう、まあ、考えですが、まあ、よかったらね、コメント欄でも皆さんちょっと書いていただいて、まあ、もしかしたら運営さんがもしかしたら見てくれてるかもしれないので、仮にもね、うん、キルゲル、サンキュー!これは嬉しい!ニューは嬉しい!ニューのキリギリスはさらっと出てきてくれたのは嬉しいんですけど、はい、まあ、ちょっとね、今、思っていたことを、まあ、バッとちょっと言ってしまったんですけど、別に文句じゃないですよ、正直言うと。本当に青の塔もやってくださってるし、すごいんですけど、さらに、青にオンラインが多分盛り上がる。としたら、僕的にはそっちの方がいいんじゃないのかなっていう、あくまで個人的な、考えですけど。はい、ということで、ちょっと、まあ、後半ね、ちょっと、無駄話じゃないですけど、ちょっと自分語りでもないけど、まあ、自分の考えをちょっと、ね、言うことがちょっと増えてしまって申し訳なかったんですけど、まあ、まあ、いかがでしょうかという、ちょっと、後半はちょっと運営さんに対してね、ちょっとお話ししていた、みたいな感じになっちゃったんですけど。はい。まあ、よかったら皆さんもご意見をお聞かせくださいませ。はい、ということで、じゃあ今回この辺りで終わるんですけど、この後ですね、多分、今投稿されたのが12時になってると思うんですが、3時間後、4時間後ぐらいに、青野と17回の、リベンジ編やっていきます。まだ、実は、まだクリア、これからやるので、結果はまだわかんないんですが、ぜひ、間違いなくクリアはします。その時に。ぜひ参考にしてみてください。どんな感じでクリアすればいいのかなっていうことは。はい、ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。ぜひ、チャンネル登録、そして、ベルマークですね。ベルマーク、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。